開。これなの。はい、これ。これやってみたい。よっしゃ。どうすか。ラスボス感の彼が本日の未来モンスター。あるんや。髪の毛伸ばす。ちっちゃい頃ずっと伸ばす。負けたら帽子を脱ぐ。初めて帽子を脱ぐ。泣いたす。一体何の未来モンスターなのでしょうか。そっくりの。剣道ですね。男子剣道界の未来モンスター梶谷氷河君18歳、高校3年生。彼が通う熊本県の九州学院高等学校は高校剣道界にその名を馳せる最強上昇軍団。現在団体戦の全国大会をなんと3年間負けなしの11連覇中。そんな九州学院の主将を務めるのが未来モンスター氷河くんなのです。今までずっと勝ってきているので自分たちの代で負けてられない、それ以上の歴史を作るんだって気持ちでやりたいなと思っています。全国大会13連覇を目指し、残るタイトルは2つ、緑竜旗とインターハイ。しかしそんな上昇軍団の偉業達成に黄色信号が。それは今年4月、九州学院のある熊本を襲った震災。そうか。学校は完全閉鎖、剣道部も活動停止を余儀なくされました。そして特別な思いを抱いて迎えた大会本番。果たして結果は。氷河くんが流した涙の訳とは。苦難を乗り越え新たな伝説を作れ、未来モンスター。未来モンスターはファンキードライバーゲー、トヨタの提供でお送りします。高校生の部員は43名、練習は中高合同で行われます。彼らは常日頃どのような稽古を積み最強軍団となったのでしょうか。九州学院には地獄と恐れられる3つの名物トレーニングが。1つ目は1つも耐えられないな。一見ごく普通の練習に見えますが、何これ。実は氷河くん、これから27人もの相手と連続で対戦しなければならないのです。監督の太鼓の合図で次から次へフレッシュな対戦相手が全力で襲いかかってきます。地獄のトレーニング。2つ目はあるの、体が熱すぎてもなんかわからん。やばい、森につけるです。つける、はい。なんと15キロの重りを体に巻きつけた状態で1対1の実践練習。これは強なるわ。15キロを巻きつけたまま飛んで素振り。地獄のトレーニング最後は、体
監督の怒りが頂点に達した時行われるそのトレーニングは地獄中の地獄。何人行こうか、こっち、怖そう怖そう。1人ずつな、1人ずつ3班。もたつく。あ、よし、あんま詰めてくる。伝わってるか。やばい、もう怒り系に結構来てる。あ、よし、もうやめ。はいはい、リレックス。こリレックス。できないならリレックス、リレックス。再び戻った。やばいやばいやばい。やばいよ、来るよこれ。よし、それもできないんだったらよし、はい、跳躍滑り、屋根がかかるまで。跳躍滑り、屋根がかかるまでとは、すなわち監督がやめというまで素振りをし続けるというもの。では、どれぐらいで屋根がかかるのでしょうか。この中と終わんないってことですか。エンドです。開始直後、素振りを見守るでもなく、どこかへ消えてしまった米田監督。腕がパンパンになっちゃう。さらに、周りの辛さについに規制を上げ始める部員たち。しんどいこれ。限界チャレンジですね、監督。極限の状態で精神力を鍛えることこそこのトレーニングの意義なのだとか。すると開始から20分、ようやく監督の姿が。精神的に強くなるだろうね。そうですね。待ちに待ったやめの合図が。監督の怒りが収まったところで、翔河君のどこがすごいのか聞いてみました。今日作って、トライ、虚を作って、捉える。虚とは備えのないこと、油断。虚を作って捉えるとはまさかっていうところですか。ありえない体勢からそのピシッと発字を立てて打突部位を捉えに行くとか。監督曰く、氷河君は虚を作る、すなわちそこからは打ってこないと相手を油断させ、一気に突くのが上手いとのこと。それでは氷河君の得意な虚を作って捉える、こちらをご覧ください。分からなかったと思いますので、スローでもう一度。そう、ここ、どこにも打てそうにない構えを取り、相手に油断をさせたところで一気に面を打ち込むという一連が氷河君の真骨頂。ある日の練習終わり、地元大分から単身剣道留学をしている氷河君の寮にお邪魔しました。九州学院剣道部は3年生、2年生、1年生が3人1組で1部屋をシェアしています。これなんですか、これ。
地震あったじゃないですか。で、自分学校の芸術が書道を選択してるんで、地震起きてその言葉を書こうみたいな感じで、一歩そしてまた一歩踏み出す勇気は未来の一歩です。今年4月14日に熊本を襲った震災、その被害は震源地から10キロほどの九州学院にも及び、学校は完全閉鎖。氷河くんたち、寮に住む部員たちも全員実家へ戻され、剣道部もしばらく休部を余儀なくされました。しかし何日経っても活動再開のめどが立たない状況に、首相である氷河くんが動きます。解散したまま、このままじゃやばくないって話になって、で自分が電話してやりたいんですけどっていうことを伝えたら、ちょっと待っとけってことで、監督が練習できる環境を作っていただいたって。不安でした本当は。こういう中でまた、ね、やっていいのか相当悩んだんですけど、やっぱり彼の強い思いというか、目を見てしまうとですね、まあ、こっち側とは腹をくくればいいわけだから、そういうふうにこう人を動かすような子供なのかなというふうにも感じました。氷河くんの言葉に心を動かされた米田監督は、学校側と掛け合い、一番安全なグラウンドにテントを張り、合宿を行うことを決定。3度の食事は監督が自ら生徒に振る舞ったそうです。本人たちがそういう中でもこの熊本に帰ってきて、その自分たちがやらなきゃという思いでですね、来てくれたことに関しては本当にですね、監督を用意して作るというとオーバーですけども、非常に嬉しかったなという思いは記憶に残ってますね。みんなで逆境を乗り越え、九州学院剣道部はさらに絆を深めました。九州学院なんですけど、震災でピンチで2週間チームがバラバラになったという、やっぱりその間練習できなかったっていうのは大きいよね。大きいですね。ただやっぱり練習できる喜びっていうのを感じただろうね、はい、いつもよりね。そうですね、はいはいはい、やらされてるんじゃないんだっていうね、そう、自分たちで集まって、そしてみんな、皆さんの協力のもとにやらせてもらってるっていうので、萩野公介選手が去年ですか、肘を自転車で移動するときに怪我したんですよ、で今回金メダル取りましたけども、はい、そして裏方回ったんですって、怪我してる間、はいはいはい、そしたら、あ、我々選手はこうやって支えられてんだっていうのは初めて分かったの。なるほど。で気持ちが強くなったっつってます。重要ですね、うん、大事ですね。当たり前の環境じゃないと、そう、でそういう意味では今回九州学院の皆さんは、はい、精神的に強くなったんじゃないかと。そうですね、いよいよ震災後初となる全国大会がやってきました。それが翼竜旗、九州学院初の大会3連覇、そして全国大会12連覇という新たな伝説を作るためにも絶対に負けられない戦いです。この大会の一番の特徴は地方予選がない完全オープン参加型の団体戦、そのトーナメントがこちら。今年の参加校はなんと546校、9試合連続で勝てば優勝となります。ルールは1試合4分、5人制の勝ち抜き方式、1人が5人抜きというケースも十分ありえます。このルールを踏まえ監督が考えたオーダーがこちら。
大将が負けたら終わりの玉龍旗、副将の氷河君までに決着をつけたいというのが狙いです。まずは初戦、先方は3年の近藤選手。すると一人で5人抜き、すると勢いそのままに九州学院は8連勝で難なく決勝へ進出。氷河君の成績はここまで4試合に出場し2勝1敗1分け。お前でも強いな。そして迎えた決勝戦、相手は九州学院の11連覇中の6回を決勝で争った長崎県の島原高等学校。この大一番、大事なところで氷河君に出番が回ってきました。ここで勝利すれば九州学院は連覇達成。本当ですね。すごい高い。180じゃん。本当に大きいっすね。体格で上回る相手チームの大将に押され気味の氷河君。大きい。これ大将だからな。そうですね。膠着状態が続き。緊張するこういうの。開始1分、両者とも消極的とみなされ反則1回、反則は累計2回で1本となってしまいます。やだ怖い。これでスイッチが入りました。試合開始2分。今日つけ、おお今日ついた。あの一本フェイントから今日作り、引き面で見事1本。うまいな。残り2分、このまま試合が終われば九州学院の優勝が決まります。相手グイグイ来るぞ。残り1分半、すると反則、なんとここでどちらかに反則が。何があったんですか。横こうやったのが反則なの。もし氷河君の反則なら同点で並ばれてしまいますが、相手チームの反則ならその瞬間九州学院の優勝が決まります。何果たして、この大会3連覇を目指す九州学院は副将氷河君へ1本先取した氷河君、このまま試合が終われば九州学院の優勝が決まります。しかし、なんとここでどちらかに反則が。もし氷河君の反則なら同点で並ばれてしまいますが、相手チームの反則ならその瞬間九州学院の優勝が決まります。守りに入ってしまったことで消極的とみなされてしまった氷河君、2回目の反則で同点に。さらに怖いよ。延長戦、あー取られた。
延長戦に入り一本取られ、まさかの逆転負け。そういうことなんだ。うわ、首相としての務めを果たすことはできませんでした。そして勝負の行方は大将戦に。お、どう取った。危ない。ここは大将星子選手が見事勝利。これで玉龍旗3連覇、そして全国大会連覇を12へ伸ばし、九州学院の歴史に新たな1ページを刻みました。しかし、カロナイスはいいよ、ナイス、ナイス、今日が今回は勝てよ、苦しいでしょ、結構ライブして大丈夫。自分で決着をつけられず、悔しい優勝となってしまった氷河くん。ここから。でもそう、スタミナ奪ったよね。この後も笑顔はありませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。率直な感想です。一番は嬉しいところのちと、あと、まあ、仲間支えてもらったんで、ありがとうって気持ちです。悔し涙の玉龍旗から1週間、氷河くんはインターハイ団体戦決勝の舞台に立っていました。そして、今度はしっかりとチームに貢献し、笑顔を取り戻しました。名門ならではのプレッシャーを跳ねのけ、見事全国大会13連覇を成し遂げた氷河くん。仲間との日々を胸に、日本一の剣士を目指せ、未来モンスター。すごい、ありがとうございます。すごいですね、あの悔し泣きとそれをフォローする仲間っていう、いいチームですよね。どうですか、又吉さんもサッカーとかやられたじゃないですか、はいはい、やっぱりこうみんなでこうあーみたいな。僕よく泣く方やったんですよね、練習試合とかでも負けたら泣いてて、チームメイトとか監督が引いてましたね。大丈夫だよとかじゃないですか。そんな気持ちでやってたんかな。全国各地で新たな未来モンスターを探し続ける AKB48 チーム8メンバー。そんな彼女たちが有名アスリートの一押し地元グルメを紹介。題して、今週のミラモン飯。今回やってきたのは山梨県甲府市。甲府市出身のアスリートといえば、2000年シドニーオリンピック女子競泳日本代表の萩原智子さん。今回そんな萩原さんが大好きな地元グルメミラモン飯を紹介してくれるのが、10秒5。こんにちは、 AKB48 チーム8山梨県代表の左友彩香18歳です。山梨県方言クイズ、イエイ。山梨の方言で校舎っぽいとはどんな意味でしょう。ヒント、本当に高見菜さんは校舎っぽい。5、4、3、2、1。正解はおしゃれという意味でした。皆さん分かりましたか。ということで、早速萩原さん一押しのミラモン飯が食べられるお店へ。山梨学院大学附属高校時代の後輩が営んでいるお店、中華料理コーランさん。萩原さんおすすめのミラモン飯がこちら。薄切り豚肉ニンニクソース900円。
特徴は豚を二度茹でしてさっぱりさせているところと、ニンニク、生姜、豆板醤などを混ぜた特製ダレ。それでは彩香ちゃん、食レポよろしく。ニンニクが強いんですけど、あっさりしてて甘辛い感じで美味しいです。ごちそうさまでした。そして今回も店員さんにこのお値段、私未来モンスター探しに行ってくる。